皆さん、おはようございます。本日は7月23日、木曜日。現在時刻は午前6時過ぎです。今から阪和線で天王寺へと向かいたいと思います。6時19分発 C116、今日は5113編成です。7時過ぎまで長井駅で撮影します。あれ戦闘、白幕じゃなかった?長井で黒潮6号を撮影。7時37分発、これで天王寺へ行きます。天王寺8時4分着、東岸和田始発の快速です。折り返し、通姫の駅が入線。大阪環状線の入線です。LS2 編成ですね。ララ泉さんがいたわら。臨時の黒潮85号です。臨時、黒潮85号が発車です。黒潮3号の1本前の換気が発車。さあやってきました黒潮3号。黒潮3号は、本日運転開始の、パンダ黒潮サスティナブルスマイルトレインで運行されました。それを記念して天王寺駅ではお見送りが行われました。側面には SDGs の6つの目標がラッピングされています。1号車は、3、すべての人に健康と福祉を。2号車は、
5、ジェンダー平等を実現しよう。3号車は、7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。4号車は、10、人や国の不平等をなくそう。5号車は、14、海の豊かさを守ろう。6号車には、15、陸の豊かさも守ろう、がそれぞれラッピング。乗降口にはそれぞれこのステッカーがありました。明日からバリバリ動くので、今後この車両を見れる回数も増えてきそうですね。いよいよ、新生パンダクロシオの発車です。この記念の旗をもらいました。さて、もう少し天王寺駅で観察していきますか。これは2018年に取り上げた24分馬家庭をする10時2分発ですね。阪和線10時台の5100番台4両限定の回送ですね。回送が出発です。10時台の阪和線名運用についてはまた別の動画で触れます。出発10時26分発で帰ります。10時36分、長井駅に到着。これで今回は終わりです。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録・高評価お願いします。HMWL5100 セカンドチャンネルも見てね。Twitter などもやってますのでフォローよろしくね。